こんにちは。ああ、映りました。よかったよかった。ちょっとすいません、悪くなっちゃうので、これだけ食べてから挑みましょう。こんばんは。ちょっと待ってね。冷蔵庫に入れといたら、冷蔵庫に入れといても大丈夫かな？冷蔵庫に入れといた方が、冷蔵庫に入れといて、明日でもどうなんだろう。明日じゃダメかな？わかんないな。フォローしました。ありがとうございます。生活感。ちょっとすぐ食べようね。あかっ。豆腐に食べる方がいい。だよね。牛タンいきます。早く先生休まなくて大丈夫。大丈夫。大丈夫だよ。あ、だから生活感をちょっとなくしました。どうですか？生活感が少し減ったと思う。いい音、いい音だね。ナスも焼いちゃいます。ナスと鶏、せせり、鶏せせりいきます。牛タン塩コショウ派です。わかる。塩派、私も。余るものは今は冷蔵庫に入れてもダメ。冷凍庫なら大丈夫。あ、そうなんだ。じゃあ食べちゃおうね。ね、食べちゃおう。ねえ、これ食べきれないかな、ちょっと配信前に。あー、牛タンもう焼けてる。もったいない、もったいない。あー、待って、待って、焦げちゃう、焦げちゃう。もったいない、もったいない。あとで食べれるかな、配信の後。うまっ。ほんとにね、餃子抜きで美味しいよ、これ。ほんとに美味しい。一人早くにクリアも流行ってる。ほんとに。やめてよ、こんにちは。後でいけるかな？配信の後で。ちょっと遅すぎるかな？ご飯ないの？ちょっと夕飯なので。後でいけるかな？後でがいいかな？こんにちは、やさい。グリムリム。後でがいいかな。ダメになっちゃう気がすんねえな。ギリギリまで食べたら大丈夫かな。ちょっとメイク直したりとかも本当はしたいけど、あんまりね、せっかくいいお肉だから急いで食べたくないなって感じはするけど。プライム牛ハラミだって。プライム牛ハラミ、こういうのも。そんなこと言ったらスーパーで買ったお肉はどうなんだって話になって。確かに。じゃあ、後でいっかなー。どうしようかなー。後で食べるとなると、9時半とか以降なんだよね。9時半以降ってね、あんまりね、ご飯は食べない方がいいって感じで。配信終わってからゆっくり食べない。ゆっくりの方がいいかな。じゃあ、切ろっかな今。これだけ焼いて。ちょっととりあえず、あんまり時間ないから、後で大丈夫かな。ちょっとこれだけ焼いちゃおうかな。まあ、英語の夢、すぐ叶ったやん。すぐ叶っちゃった。英語がね、1、2、3、
1,2,3,4 つかな。英語がね、めちゃめちゃあるの。英語半分占めてるのみたいな。そう。夜食べると消化せずに残っちゃうからね。そうなんですよね。それがね、問題なんですよ。落ち着いて味わって食べましょう。確かに。ちょっとこれ最後のだけ落ち着いて味わって食べようかな。ちょっとまた始めるんですけど、まあ、いらっしゃるかどうか確認だけさせていただきますね。また。換気扇回ってる。回ってないね、換気扇。ダメだね。持つべきものは友だね。本当にね。こんな、私がね、用意したのなんて、そんな、ただ、もう自家製のキムチ鍋みたいなのだったし、ね、こんなお返しいただいて大丈夫なのかって感じなんだけど。すごい、すごい、あら、すごいわね。あら。はい。配信開始20時からに戻したら、戻す？サンちゃんに感謝ね、本当にね。なんか曇ってきた？だよね。曇ってきちゃったね。ちょっと換気扇ね、キッチンにあるんですよ、換気扇。これだけ焼いて、後でゆっくり食べようかな。あの、トーク会の後に。メガネ似合いますね。いえいえ、そんな、ありがとうございます。メガネね、最近デビューしちゃって、自粛中にデビューしちゃったんですよ。そう、目悪くなっちゃってね、自粛中に。すっごい、やけどしないでね。いや、もうやけどしました。そう。箸の握り綺麗だね。え、本当ですか？ありがとうございます。これはね、親に、お母さんに、母にね、すごい、しつけられました、小さい頃。スモークを炊く演出。すごい曇ってるね。かわいいです。ありがとうございます。そんな、もう、嬉しいな。ちょっと、後で食べよっか。じゃあ。すぐこれ食べて、支度しよう。玄関開けて一気に換気するとか、ありよりのあり。それやる。すぐこれ、食べ終わった後、玄関開けて、ね、やろう。ちょっと、もうそろそろ切ろっか。ちょっとどうなるか私もわかんないんですけど、オンライントーク会って。基本的にスクショタイムになる気がするんですよね。そう。メガネなしだと見えない。いや、メガネなしでも全然見えます。あんまり聞いてるよ。パソコン見すぎて寝不足にならないようにね。うんうん。本当にね、部屋気をつけないと。せせり美味しいね。まあ、あれ、ももより好きかもしれない。せせり。ほろほろ、崩れる。こんばんは。こんばんは。生ちゃん、ちゃんと冷蔵庫に入れとくね。うん。入れとく、ありがとう。またね、後で会おうね。後でっていうかすぐなんだけど、ちょっと着替えて試着したいと思います。パソコンで配信になったら右左が入れ替わった。あ、そうなんだ。携帯と違うんだね。はい。サイダー飲んでるんですか？そうです、サイダーです。普通のサイダーです。本当に混じり気のないサイダー。いや、そろそろじゃあ行きます。よいしょ。ちょっとね、メイクもね、今日頑張ったんだけど、またお直ししないとね。そう。あー、ちょっと玉ねぎだけ食べたい。玉ねぎめっちゃ美味しそう。玉ねぎ美味しいよな。玉ねぎいいよな。めっちゃ美味しい。
甘い。美味しい。玉ねぎ美味しい。マジで美味しい。うん。揚げ物みたい。もう油で。そろそろね。そろそろちょっと支度させていただきます。はい、ぜひぜひあのね、良ければお越しください。ちょっと生存確認しますので、30分になったらね。そう。待っててね、ちょっとね。ちょっと30分超えちゃうかもしれない今からだと。ごめんね。ちょっと頑張って急いで支度してきますね。はい、食べれるとき食べとかないとこれから意外と体力も使うだろうから。そうね、確かに確かに。どうすんだろう、1分間何すんだろう。うち考えてないな。いけるかな。ちょっと頑張ってみます。先生と焼肉行きたいと全俺が思ったはず。あなただけでも私と一緒に焼肉行こう。じゃあ2人で一緒に。9月19から20歳になるんで、うん、あのね、今度は三ツ矢サイダーじゃなくてね、何かしゃれたものと一緒に焼肉を食べましょう。はい、ということでですね、博士先生のブログ好きで、ブログね、昨日の夜書いてたんですよ。みんなからアイディアもらって、で、書いてて、でもね、いきなりね、別のこと書きたくなっちゃって、これだって思って、次のブログは、ネットで、暴言を吐く、人の心理を考えてみて、その方々の心理を、まあ私は暴言とかね、そんな吐いたことないんですけど、なぜその方々はネットで暴言を吐いてしまうのかっていうことを考えて書いたブログです。次は。明後日かな？明日かな？明日のブログ。そう。今日ちょっと、仕上げときます、夜に。一番最初の部分と一番最後の部分はもう書いちゃったから。あと中の部分しか、ね、書くところないから。そう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 。フライデー気ぃつけてな。フライデーね。すごい人に、憑依。そう、深い話は嫌ね。なんか、なんでだろうっていきなり考えちゃって、なんかね、涙がね、溢れるようにこう、出ちゃって、なんでこういう人たちは暴言を吐いてしまうんだろうみたいな考えて、夜中にね。で、気づいたら朝の4時でした。そう。はい。ちょっとね、はい、行かせていただきたいと思います。ちょっとまたね、すぐ、着替えて、ちょっと待ってますね、ガラシは。はい。かわいい。Thank you. Thank you for coming. Okay, I will finish now. そう。またね、バイバイ。ありがとうね。ありがとうございました。また後でお会いしましょう。ありがとう。バイバイ。またねー。あいや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 い。あいや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 い。あいや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 い。バイ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 。バイバイ。酔ってたのかな？酔ってないです。バイバイ。バイバイ、またね。ちょっとわかんない。どうしよう。どうしようね。ちょっと。数分ぶりです。帽子ってかぶった方がいいの？帽子っている？いらん？いらん？帽子。帽子ってどうやってかぶるの？あー、無理だ。やっぱうちには帽子なんて無理だったんだ。ああ、わかんないよ。助けて。なるようになる。そう、ちょっと生存確認をしようかな。ああ、なんか飛び出てるね。かわいいよ。ありがとうございます。初めてのなんとか的な不慣れさ。初めてです。初めての私。皆さん、は初めてじゃないけど、私は初めてなんですよ。ベレー帽キャラ狙うとか。ね、必要？これ。あった方がいい？ない方がいい？どっち？ない方がいいですか？室内でかぶるとハゲるよって何？ハゲるよって何ですか？室内でかぶるとハゲるよって。俺も初めてだよ。初めてですか？本当ですか？私も行ったことないので初めてです。ああ、そう、オンライン。でも、本当に？なんか、たまに途切れるな。途切れる。ちょっと待ってね。ああ、わかった。ちょっと待ってね。
ちょっと待ってね。途切れるのは良くないね。そっか、寒いからね。ちょっと、え、いらん？いらん？ベレー帽、いらん？ねえ。ベレーかぶってるの、かわいい？ちょっと、ハカさんが自分がかわいいと思うほどいいと思う。いや、わかんないんですよ、私。スーツケース隠したんだ。そう、隠しました。ちょっと待ってね。切れるのは良くない。切れるのは良くないから。慣れてない。あった方がいいんじゃない？やっと誰か言ってくれた、どっちか。どっちか、あ、いや、ない方がいいよとかでも、どっちでもいいんだけど、どっちか言ってほしかった。ありがとうございます。そう。慣れてない感がえぐい。慣れまーす。五十嵐早川。慣れまーす。初オンライントーク会、卒業しまーす。あった方がいいね。あった方がいい？あった方が普段と違ってですよ。わかりました。じゃあちょっと、用途のわからないこの帽子をかぶっておきますね。そう。いくらか後頭部が守れるということで。そう。照れ隠しのタレ。そう。なぜ焼肉のタレ？いや、なんか、いっぱい残ってるなぁと思って。あのね。そう。カチコチ笑顔が可愛いよ。そんなにカチコチですか？今。いい。ちょっと生存確認していいですか？タレでリラックス。そのうち目が泳ぐのかな？泳ぐよ。泳ぎまくるよ。魚のごとくね。帽子はかぶるのものです。それ以外の用途はないです。いや、なんかさ、椿がついてたらさ、眩しくないようにとかさ、いろいろあるけどさ、もう本当にこの薄っぺらのベレー帽ってさ、後頭部さえもさ、ね、あんま漏れてないな、みたいな。はい。ちょっと、いきます。出席番号順に、呼ぶので、出席してたら返事ください。またもう一回ね、1分前にやるんですよ。待って！タイマーどこ？タイマー買ったの。今日汗だくになってタイマー買いに行きました。はい、これね。これね、1分。1分でね、ピッ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 ってなるのでね、切らせていただきますね。はい。出席番号順、いきまーす。あ、やばい、後ろ見えちゃう。後ろちょっとなんか好きの一番最初のなんかメールについての、30番ねんげさん、あ、いや、じゃあ言っちゃダメなんだ、ごめん。口パクでいきますね。口パク、忘れてたけど、そう、口パクで言うから。30番の方いらっしゃいますか？めんめんさん、そう、いらっしゃるかな、いらっしゃる、今いない、今いないかな、いらっしゃらない。ちょっとあとコメントがね、リアルタイムで見るの難しいのでね。コメントがね、そう、見えない時間があるの。髪見せたら？この方いらっしゃいますか？この方いらっしゃいますか？いらっしゃらないね。いらっしゃらないね。この方いらっしゃる。髪大丈夫なの？言ってないからね。言葉でね。そう、言葉で言ってないから。ダメとは言われてないですよ、私。え、知らない？あ、結構いらっしゃらないね。透けないようにね、透けないように気をつけます。ルールの隙間。もう、だって、適当に決めたじゃないですか。名前言っちゃいけないって、ね、しかも、めちゃめちゃ忘れてるじゃないですかね。もう、1年経ってますよ。そう。この方いらっしゃる。この方いらっしゃる。まだいないのかな？後ででいいかな、じゃあ。ちょっと直前になっていらっしゃらなかったら飛ばしちゃうね。ごめんね。あと15分です。はい。ロシアの格闘家みたいに。ああ、隙間で。うん。言っちゃダメとか言われたけどね。はい、はい。こんな感じ。大丈夫？みんな、だいたい把握できてるかな？自分の人数。
ルールは破るためにあるんだよ、ダメで。ちょっとかっこいいけど。ダメです、ダメです。はい、そうよね、いらっしゃるような気がするけど。まあまあ、いっか。ちょっと、おーおーおーいえあげあげいなかったらなりすませるか。もうなりすまし確かに。なりすませちゃうね。ちょっと髪の毛。髪の毛セットしたんだけどな、頑張って。そう。20時集合で来るでしょ。来る。来るよね。そう願ってよ。どうしよう。5人しか来なかったら。ちょっと名前とアバター変えてくる。いやー、変えてこないでください。変えないでください。ここいらないかな、これ。いや、ブラックサイ。あ、でもね、さっきね、バーンって思いっきり窓開けて換気しました。ちょっとまだね、玉ねぎが残ってるんだけど。こういうね、いらっしゃるよね。そう。あんま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 うーまだすくいえいえい。あ、今のうちにスクショタイムしますから、スクショタイム。あとででもいい？今もやっとく？スクショタイム。何スクショタイムって何やるんだっけ？こんな感じで、ね。初音ミクのポーズね。いつもやってた。ちょっと謎な服装、なんかマラカス持ってそうだよね。シャカシャカシャカってマラカス持ってそうな服だよね。そう、ちょっと照れちゃったね。はい、ボディービルポーズでございました。はい、癖が強いんじゃん。ナイス筋肉いけてるよ。筋肉ね、ここだけね、あるんですよ。ここだけ、ほらここ細いのにここだけポクってあるの。もう、照れ隠しに、いや、ちょっと恥ずかしいね。恥ずかしい、恥ずかしい。ちょっと時間もね、こまめに気にしながらね。何話すの？大丈夫？どうしよう。コメント、たまに流れないんだけどね。流れなくなっちゃうんだけど、そういう瞬間が来たらどうしよう。それが、裏社のモデルアームか、モデルのアームか。筋肉。なんかじゃん、ほとんどガンダム、ガンダム、ガンダムになってる？格好が？な、マラカス持ってそうじゃない？そんなことない？ガンダムっぽい？そう、あと足がこんな感じですね。そう、こんなバッチリね、ヒールを履いてます。そう。それは肩ですね。肩。始まったら黙るから、なんで黙るの？みんなも全然いいんだよ。コメントしてもね、コメントが流れてくれることを祈るしかない。いやー、本当に流れなかったら基本スクショタイムですからね。無言だったら無言で私もスクショタイムしますよ。ね、お話できてるわけじゃないからさ、さすがにきついからさ、独り言言うの。そう、こうやって黙ってスクショタイムするよ。黙って全身やるよ、こうやって、全身やったり近づいたり、話なくなったらモデルポーズを。モデルポーズね。そう。いや、格闘者の邪魔になるから黙るよ。黙るんか。やだなぁ。黙るんか、みんな。黙った方がいいんだな。やってる最中黙っちゃうの？やだなぁ。落ちないで。落ちないで。あ、キングの方から花火3ついただいてました。ありがとうございます。パンパンパン。ありがとう。あと、ジャンピングワンちゃんさんからも花火3ついただいてました。ありがとうございます。パン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 。ペンペイさんから可愛いいただいてました。ありがとうございます。ありがとう。可愛い、ありがとう。
中先生、帽子かわいいよ。本当に？帽子って、だって私もかぶったことないわよ。大丈夫かな？人来なかったら落ちる作戦か。落ちてごまかす。自己期待、早川先生、やめてください。ピエン、イアン、気楽に行こうぜ。へいへいへい。あと、左右の髪がふさふさな方から花火いただきます。ありがとうございます。パンパンパン。ありがとう。ビエ。いやー、助けて。なんで自分で企画したくせに。いや、だってやりたかったんだもん、トーク会。トーク会やりたかったの。私、1年以上、SKE48 に入ってて、まだ1回も皆さんとご対面したことがなかったの。劇場でしか、みんなもうやってるのに。やりたかったんだったらしょうがないよねっていうさ。タレ置きました。タレ置いた方がいいか。この緊張感が笑えてしょうがない。ねえ、笑ってごまかしてね、みんな。なんでこんなにショールームなのに緊張するの？コメントに目合わせやん。いや、目、リアルだと合わさないといけないのか。まだじゃあいいのか。あっちに、ばっちに。こっちの方がいい。いいじゃん。困ったらタレ飲もう。一気？予定最中はギャラリー黙った方がいいな。マジ？黙るの？マジで黙るの？緊張しない？その方が、その方も。レーボかわいいね、本当に。本当にいいかな。ありがとうございます。でも、かぶることないよね、絶対ね。ベレー帽なんて。タレマイク。えーい！キス顔で時間待っとう。やだよ。あと7分でございます。無料オンエアトーク配信。そう、無料オンエアトーク配信。そう、選ばれし30人のもの、出てこいや。出てこいや。なんかそわそわしてない？してますよ、そわそわ。するよ。残ったタレで野菜炒め作るとか。いいね。その案いいですね。野菜炒め作るわ、私。残ったタレで。かわいいよ。ありがとうございます。そんな、ドキドキかねえば。あと、そういえばごめんね。昨日、スクショを見て気づいたんですけど、スクショのコメントを見て。私がスクショしてるときに順位変わったみたいな感じのコメントありましたよね。なんか、でも多分私がスクショしてた最中は変わってなかったので、50分ぴったりに、50分に、30位だった方のスクショを撮らせていただきました。そう。その後なんか変わったっていうコメントがあったみたいなんだけど、後で気づいて。テロップ書いたら足す、え、テロップ書くの？なんか、いや、人来ちゃ嫌よ。怖いよ。疑似、なんでそんなにそわそわしてる？そうだよ、なんでそんなにそわそわしてるの？少数で回しております。本当に。あと5分。少数だよ、本当に。コメントを実は、そう、数人の方としかね、私、あんま話してないからさ。全国で2900人だけを見てる。見てないの、こんな数。実際見てるのは、10人とかなの。これはほら、星集めに来た方だから。いつも通り頑張って、いつも通りね。先輩も見てるよ。やめてください。先輩は見てないよ、絶対。30人限定疑似オンライントーク会始まります。30人限定って言わないで。はい。はい。また星集めか。そう、星集めの方だから。そうそう。終わりですってする？そう、終わりですってするの？終わりです。誰か剥がしの方が必要ってこと？ AI がほとんどです。あ、そう、AI もあるよね。これは実際のトーク会になったら、
どんだけテンション上がるんだろうね。怖いよ、実際の特会なんて。星集めじゃなくてガチで見に来てよ。ああ、ガチですか？嬉しい。30人多いと思う。我慢。30人も来ないから大丈夫だって。でもそれはそれで嫌だな。ボットです。ボットね、ボットなんているんだ。5分前だからもうレーンに入ってもいいんで。うわ、そうなの？レーン入るの？え、もう私は席に着くの？ 5 分前になったら。実際は。ああ、イガドンちゃんがコメントを見つけて、話がつながっていれば問題ないけど。ね、コメント見つけられるかな？途中でなったりしないかな？コメント流れないみたいな。たまにあるんですよ。ゆっくり後から現れる。あ、そうなんだ。水用意した？ああ、一杯だけです。え、一杯だけでダメ？いや、メンバーは遅れてくるのが多いし。遅れてくるんだ。遅れてくるんだ。なんかヒーローみたいだね。会場の例のイメージが頭に浮かんできた。いやー、私は行ったことがないのよ。主役には、時間になったら堂々とね。堂々と。あ、私もやった方がいい？私も、から。こんにちは。あと2分。こんにちは。はじめまして。マイピーポー。はじめまして。私が五十嵐早香です。どうですか？実物の方がかわいい？実物の方が残念？大御所感。よし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 
き確認したら。30位の方、うーんさん。29位の方、めめんさん。28位の方、こむしかさん。27位の方、のももさん。26位の方、ゆふみチャンネルさん。絶妙に言わないスタイル。あーん、あと1分よ。焼酎煽ってないですって。あんなタブタブに入れないですって、焼酎。いや、いらっしゃる？いらっしゃらない？もしかして。いらっしゃらないパターンある？いらっしゃらなか、いや、はい。うんさん。あ、うん、違う。ん？うんうんさん。うんうんさん。うんうんさん。いらっしゃったら、何かよろしくお願いします。いらっしゃらなかったらどうしよう。スクショタイムだけ設けんの？あり？いや、ないよね。スクショ、来てないってことだよね。あ、はい、始まったんですけど、いらっしゃらない？いらっしゃらないですか？うんさん。この方はいらっしゃらないですか？多分、実はこの30位の中で、一番子さんの方と言える方なんですけど、実は。一番の子さんの方、私がフィリピンに行った時から、コメントは一回も、いらっしゃらなかったんですけど、コメントしたことはなかったんですけど、この方。いらっしゃらないですか？一番の子さんの方、いらっしゃらないね。いらっしゃらないですね。すいません。ありがとうございました。え、こんなに早いの？ 1 分。はい、次の方の準備しますね。それな、そう、一番の子さんの方だったんだけど。はい、次の方。さんはいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？さん。いらっしゃる？さん。あー、へいへい。
ああ、まだまだですからね。そう、あと1分ですから、はい、いらっしゃるということで、はい、ありがとうございます。ちょっと、どうしようね。やーん。やーん、やーん。やーん、やーん。いらっしゃるわね。あ、でも1分あるから、あと。あん。あん。黙る。みんな沈黙。まだです。まだです。あと21秒後で。はい。あとちょっとです。はい。皆さんもね。はい。ぜひぜひ。観覧だけする方って、あれな、なんか恥ずかしいな。おいろけ音楽が聞こえてきた。おいろけ音楽？何？おいろけ音楽って。てーれれってん、てーれれってん、てーれ。はい。ペンさん。はじめましてじゃないけど、こんにちは。はい、いつもね、ありがとうございます。このね、私がオーディションの時からね、応援してくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます。どうですか？ん？あー、星になってる。こいつのダッシュの、あ、ダッシュシーンはガチだった。ダッシュシーンはガチです。ガチで走りました。あのシーンしか私ないと思って、一人で突っ走ってザーって走ったから、あのシーンだけは、一人だけこう早いでしょ、私。そう。あれはガチです。はい。いや、でも本当にいつもね、応援してくださってありがとうございます。おかげでね、こうやって、10期として今活動できてるので、大切にしたいと思います。ね、あなたがね、いつもオーディションの時から、応援してくださってたからですので、本当に、ありがとうございます。あ、スクショね、スクショ、スクショ。走り方綺麗すぎた、本当に？あ、ありがとう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。さん、ありがとうございました。はい、ということでですね、次の方は行きますよ。次の方。早いね、ちょっと早いね、ごめんね。一言くらいね、ちょっと、1分って感じじゃないね。次の方、いらっしゃいますか？意外に早い。めちゃめちゃ早いね。お時間ありがとうございます。ありがとう。はい。いらっしゃいますか？いらっしゃるよね。いらっしゃるよね。あと26秒です。あと26秒。え、嘘？いらっしゃるよね。あれ、いらっしゃらない？あー、のって何ですか？はい、いらっしゃるね。はい、よかったよかった。順調に進んだ。ということで、あと10秒です。ありがとうございます。はい。よかったよかった。いや、ちょっと待って。焼肉抜けてきた。あ、はい、始まりです。ありがとうございます、いつも。ね、ごめんなさい、この漢字が私読めなくて、なんてお呼びすればいいですか？あと、H&S、名前をつけてって書いてあるんですけど、これは、いつも、ほら、メールだと、カモシカさんじゃないですか。メールだと。メールと違うじゃないですか、名前。これは、なんてお呼びしたらいいですか？ニックネーム、東尋坊さん。東尋坊さん。ありがとうございます、東尋坊さん。カモシカさんか、東尋坊さん。どちらでお呼びしたらいいんですかね。そう、いつもありがとうございます。メールの返信、見させていただいています。あと、H&S、名前をつけて何だろう。どういう意味なんだろう。ありがとう。あ、ちょっと、スクショね。したくね。そう、ごめんね。名前の呼び方がわからなく、漢字の読み方がわからなくて。はい。いつもありがとうございます。ね。メールだと違う名前だったけど、いつも読ませていただいてます。返信。ありがとう。ありがとう。ありがとう。え、もう終わり？ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。あんまり会話できなかったな。はい。すいません。次、あと54秒。結構、こういうペースで行くんだ。この方です。あ、私が名前をつけてってことね。わかった。名前、今度、じゃあつけるね。さっきつければよかったね。ごめんね。そう。はい。あ、名所だったんだ。そうなんだ。3、いらっしゃいますか？名所だったんだね。東尋坊って。そうなんだ。さん、キャッチボール難しいね。ごめんね。1分じゃ足りなかったかもね。いらっしゃる？さん。いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？いらっしゃらない。いらっしゃらないかな？もしかしてあと13秒です。あと11秒。いらっしゃらない。人がジャンプする場所。あー、そういうことか。谷かな？
いらっしゃる。あれ？なんで？見えない。いきます。1分。いらっしゃるの？ライブ5位よね。じゃあ、とりあえず、スクショタイムだけ動きますね。ちょっとコメントが見当たらないから。3、ありがとうございます。いつもありがとう。ノーコメントで、あ、ノーコメントってことね。じゃあちょっとスクショタイムだけ。ありがとう。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？そうなんだ。そういうね、無言の方もいらっしゃるんだね。いや、でもいらっしゃるってことは、よかったよかった。いや、いつもありがとうございます。本当に来てくださって。めちゃめちゃ嬉しいです。またね、本当はリアルでね、会いたかったんですけど、今度絶対リアルで会いましょうね。ありがとうございます。いつも来てくださって。これからもね、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。3、ありがとうございます。ごめんなさい、なんか。ぎこちなくなっちゃうよ。いや、ぎこちなくなっちゃう。あ、ありがとうございます。はい。じゃあ次の方ですね。この方です。この方です。26番の方ですね。3、いらっしゃいますか？ 3、いらっしゃいますか？ちょっとタイムラグがあるのかな？そう。恥ずかしいな。いや、本当に、ちょっと待って、待って。あれ？いらっしゃらない？なかなか順調だけど、いらっしゃらない方がやっぱり多いわね。いらっしゃる？いらっしゃる？ねえ、いらっしゃる？じゃあ、とりあえず、スクショとかだけってこと？で、大丈夫？わかりました。じゃあ、ありがとうございます。1分スタートです。はい。いや、お話ししたいけどな。三つ編みの方ですよね。三つ編みの方。コメントが見れないんだけど、ありがとうございます。あ、ぶりっ子でキャッチフレーズお願いします。ぶりっ子でですね、なんだっけ、キャッチフレーズなんだっけ、自分のキャッチフレーズなんだっけ、丼物も、麺類も、味濃きゃ大体うまくなる、都市伝説、オカルト系、好きだが用語がまじむずい、超絶、ハッピー。これでいいですか？これで満足ですか？メルさん、これで満足ですか？ いいですか？ 草って何？ねえ、草って何ですか？ちょっともうちょっと反応欲しい。ねえ、何？草って。ありがとうございました。また、いつもね、ありがとうございます。いつも来てくださいね。はい。あと1分です。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうね。今ので結構使ったぞ、体力。あ、この方です。この方。3。ちょっとすいません。ハングルが書けなくて、見よう見真似で書かせていただいたんですけど、いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？ 3。3。いらっしゃいますか？いらっしゃる？いらっしゃらない？笑われるだけ。もう、本当に。もう、地獄の時間だ。草は草。いらっしゃる？いらっしゃらない？ライブ9位。じゃあ、いらっしゃるね。いらっしゃるってことだね。Hello, should I talk with English or Japanese? いらっしゃる？ただ、コメント、ノーコメント、ノーコメント？ OK, ノーコメントね。わかりました。はい。じゃあ、ちょっと、ノーコメでやらせていただきます。スクショタイム。スクショタイムね。あ、はい。10位だったらいらっしゃるね。いつもありがとうございます。本当に。最近ですね、でも、コメントたまに見させていただくんですけど、本当に来てくださってありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとう。これからもよろしくお願いします。I'm not sure if I should speak in English or Japanese, but can you please tell me just that? 英語で喋ればいいか、日本語で喋ればいいかだけ教えていただけたらね、嬉しいです。ありがとうございます。顔赤い。ちょっと、どっちだろう？ Should I speak in English or Japanese?
ありがとう。Thank you so much. ありがとうございます。ありがとう。Thank you.ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。こんな感じで大丈夫なのかな?でも、あれ、ごめんなさいね。ハングル読めなくて。Sorry for couldn't read the Hangul. Yeah. Hope I can talk with you. Thank you so much. ありがとう。ありがとうございます。ね、いつかお話できる日が本当に来ればいいんですけど、オンライン特会でも何でもいいので。ね、あれ待って、1分なってなかった。どうしよう。1分なってなかった。ごめん。と、そろそろ1分だよね。多分1分だよね。ピピピピ。ありがとうございます。ごめん。1分だけでなかった。ありがとう。ありがとうございます。すいません。1分になってなかった。過ぎてる。はい。お時間です。すいません。次の方。長かったかな。あー。次の方。3。さんいらっしゃいますか?24位の方です。測って、1分20秒だった。あー、ちょっと長すぎた。そっか。いらっしゃるかな?いらっしゃるかな?コメントがないけど、いらっしゃらないのかな?これはいらっしゃらなそうかな?とりあえず、サービス、初日あるある。まあ、じゃあ、また別の機会にね、うん、よろしくお願いいたします。そう、初めてだから、そんな、いえいえ、かわいいね。そんな、ありがとうございます。そんな、3、いらっしゃらない?いらっしゃらないね。ちょっとスペシャルタイムだけ一応、求め、やりますけど、多分いらっしゃらないので、パスかな。ネクスト、ちょっとじゃあ、この間に、飲ませていただきます。こんな感じです、今。はい。いらっしゃいましたら3番室へお入りください。退場で狙われるかな。逃げたか。逃げ。いつも結構いらっしゃるんですけどね、この方は。うん。しょうがないですね。結構前からいらっしゃったから、この方も。うん。そろそろ慣れたかな。いや、そろそろ、いや、そんな、焼酎じゃないです、本当に。やばい、半分切ってる。水。待って。よいしょ。はい。次の方。この方です。23位の方ですね。3です。33になっちゃうのでね。あれな、3書かなかったのよ、ここに。そう。結構名前覚えてるんだね。いえ、もちろんですよ。あなたも、すごい来てくださったじゃないですか、いつも。めちゃめちゃ子さんの方じゃないですか。はい。いらっしゃいますね。いらっしゃいますね。Good evening, 早川。はい。ありがとう。30秒後に、28秒後に、じゃあさせていただきますね。よかった。やっとですね。なかなかコメントが、ポン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 ってならないから心配だったんだけど、よかったです。はい。あと10、こんな感じであと15秒です。あ、前髪直しとこう。前髪はね、こう、きっちり、スクショされるからね。よしよしよし。よかったね。よかった。よかったね。よかった、よかった。邪魔します。はい。1分スタートです。いつもありがとうございます。本当に。来てくださって。ありがとう。ちょっとスクショするありがとうございます。いつも本当にね。このお名前で大丈夫だったかな。アナンちゃんの生誕で。はい、アナンちゃんの生誕で。はい。アナンちゃんの生誕祭ありましたね。私いましたね、アナンちゃんの生誕祭。そう。ウルちゃんさん、あーって言っちゃったけど。そう。あ嘘。私のところだけコメント流れないの。そう。あ、はやかちゃんの生誕 T 来て。はやかちゃんの生誕 T 来て。来て、待って。うん。いらっしゃったのがウルちゃんさん?もしかして?アナンちゃんの生誕ティーで、あ、生誕祭でね、うん。ありがとうございます。待って。
援してたよ。かぼちゃ持って応援してたのか。ありがとう。そっか、かぼちゃ持って。斬新だね。ありがとうございました。ありがとう。またぜひ来てください。あと50秒後にまたあります。ありがとう。バイバイ。ありがとうございました。すごい独特だね。ありがとう。また来てくださいね。はい。かぼちゃ。次の方ですね。はい。3です。次の方。素晴らしいエピソード。なかなかね、ちょっとね、難しいね。でも1分だと、もうちょっと100秒にすればよかったかな。ね。マジどれくらい打てるんだろうね。一言になっちゃったね、結構。3、いらっしゃいますか？あー、いらっしゃるね。よかった。いらっしゃいますね。はい。あと、14秒、13秒後にやります。はい。ちょっと、あとちょっとですね。よろしくお願いします。はーい。よいしょ、よいしょ。いいね。いい感じなペースですね。はい。はい。1分スタートです。ありがとうございます。早川さんは霊感あるフィリピンで旧日本軍のゴーストは見えましたか？霊感は私ないんですよ。本当に。そう。日本軍のゴーストは見てはないです。ただ、いろんなお話を聞きました、実は。めちゃめちゃいろんな話を聞いて、日本軍の方は、キリスト教の、方じゃなくて、お坊さんを連れてこないと成仏しなかったっていうね、お話も聞いたことあります。ガミエさんはどうですか？結構霊感あったりするんですか？結構、あれですか？ハイシー系、好きですか？ハイアンドシーカーズ系の都市伝説。好きだったらね、また一緒に、お話ししたいなと思うんですけど。ね。そう、あるかな？あと、ニックネーム欲しいなと。あ、空港で働いてるので、背負って帰ってくるお客さんがいるんです。僕はないです。あ、見たことあるってこと？空港でそうなんだ。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうなんだ。すごいお話聞けた。ありがとう。ありがとうございます。はい。あとですね、50秒後に。また、やらせていただきます。ありがとうございました。はい。次の方、3です。3。いらっしゃいますか？21位の方ですね。会話のキャッチボールできたね。できた、できた。あ、はーい。いらっしゃった。よかった。はい。最初の質問コピーしておくといいかも。あ、確かに。ピンピンピンって打てるからね。そしたら。そう、結構早いね。ちょっと。ささんいらっしゃるね。よかったよかった。あと、20秒後にやらせていただきます。よろしくお願いします。やったやったー。霊を持ち帰り怖いな。ねえ、そうなん、空港でね。確かに外国行っちゃうんだ、幽霊になって。幽霊になって外国行っちゃう。ただで、飛行機乗れちゃうんでしょ？ね、すいません。幽霊撃つの内容ミスった。いえいえ、大丈夫です。全然大丈夫。あ、はい。用意スタートです。1分です。ありがとうございます。カツ丼、ミラーボールの踊りが好きなので、いつもより長めにお願いします。ちょっといいの？ミラーボールの踊りで。あ、ミラーボールありがとうございます。おそちゃんさんから。いつもより長めでね。こんなことある？あれですね。疑似トーク会ならではですね。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いつも来てくださってありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。また来てくださいね。さん。お茶さん。T さんって呼ばせていただこうかな。お茶だから。T さん、好きな食べ物は何ですか？カツ丼しかないでしょ？好きな食べ物。カツ丼、ラーメンです。あ、でも最近ね、マリトッツォに浮気してるんです。どうですか？あなたは、T さんは。K を持ってるのに T っておかしいかな。そう。マリトッツォね、めちゃめちゃハマってて、ありがとうございました。めちゃめちゃいつも嬉しい。ありがとう。またね、バイバイ、ありがとう。マリトッツォ食べてみてね、おさんも。ありがとう、バイバイ。はい、ありがとうございました。はいはいはい。あと48秒後なんですけど、次の方ですね。キンジェットリンクさん。ちょっと英語ですね。20位の方です。さんです。はい。こんばんは、昨日誕生日で、おめでとう！ハッピーバースデー！ありがとうじゃないね。おめでとう。慣れないと難しい。確かに難しい。いらっしゃらないかな？あ、いらっしゃる。はい。はいはいはい。ありがとう。いらっしゃった。よかったよかった。あと、15秒後ぐらいにスタートですね。はい。みんな質問が、そういう。
優秀いました。よかったです。あ、オッケー、オッケー。じゃあ、あと5秒後ですね。あ、水飲まないと。うわい。用意スタート。1分スタートです。はい。さん、ありがとうございます。お名前なんてお呼びしたらいいんですか？さんですか？ケンさん？それとも、ジェットキングさん？どっちだろう？どっちだろう？ありがとうございます。来てくださって嬉しい。嬉しい。そう、スクショタイムね。これスクショタイム大丈夫かな？そう。ありがとうございます。どちらでお呼びしたらいいんだろうな。ケンさんでいいのかな？ケンです。あ、わかりました。じゃあ、ケンさんですね。ケンさん、ありがとうございます。そう、ニコちゃんマークもついてたんだね。ごめんね。見えなかった。ニコちゃんマーク。かわいい。ケンさんですね。いつもありがとうございます。本当に嬉しいです。帰ってきてくれてありがとう。いや、本当に。ありがとう。私こそみんな、本当に、私が復帰して、もう来てくださってありがとうございます。本当に。私は本当、泣くぐらい嬉しかったです。復帰してもまた来てくださって。あ、本当、あ、ありがとうございました。ずっと待ってたよ。ありがとう。ずっと待ってたの。ありがとう。今度またリアルで会いましょうね。今度はね。コロナ終わったらリアルで会おう。ありがとう。バイバイ。ありがとう。はい。あと50秒後にですね、次の方ですね。ありがとうございました。またね。バイバイ。そう、次の方は、翔太さん。きさんです。はい。いや、もう本当に泣けるね。もうめちゃめちゃね、いろんな方に支えられてるなって今実感してきてる、また。めっちゃリアルで会いたくなってきた。リアルで会いたいよ。本当に。リアルで会ってくれよ。あ、おるで。よかったよかった。いらっしゃった。よかったね。よしよし。あ、あとですね、16秒後にスタートします。ありがとうございます。よかったよかった。順調ですね。本当に皆さん来てくださってありがとうございます。本当に嬉しいわ。よかった。あ、水飲んどこ。やばい。いらっしゃったね。はーい。1分スタートです。1分スタートしました。いつもありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。お名前は、どちらでお呼びすればいいのかな？こんばんは、塩たぬ、あ、塩たぬきって、早川さんに指名されたものです。じゃあ、たぬきさんで、いや、行かせていただきますね。そうだよね。白だから、塩って入れたんだもんね、私が。じゃあ、そちらでお名前呼ばせていただきますね。こっちで、あ、これ逆だね。こっちでいいね。ありがとうございます。いつも本当に。きさん。いつも応援してくださってありがとうございます。あ、スクショタイムも設けとくね。始めた途端終わった P4U で、早香さんのお母さんとつながったのに。お母さんとつながったの？お母さんとつながってたの？そうなの？いや、恥ずかしい。始めたと、そうなんだね。今ね、P4U ないけど、そうなんだ。やってくださってたのね。もう思い残すことはありません。安心して馬肉として出荷されます。ダメです。馬肉として出荷されないでください。馬肉として出荷されたとしたら、私のため、私の、食卓に来てください。ありがとうございました。馬肉食べたことないから。ありがとう、おたぬきさん。ありがとうございました。バイバイ。またね。ヒヒーン。ヒヒーン。いつもヒヒーンって言ってくださいね。ありがとうございました。またね。バイバイ。ありがとう。ありがとう。またね。はい、ありがとうございました。面白かったですね。ピー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 ってなっちゃったけど。あ、あと40秒後。結構文字打ってくださいましたね。ね、結構1分だからね、きついと思うけど。次の方。はい、サイコパスのウサギの方ですね。あ、違う。18位の方ですね。そう。3です。わらさん。いらっしゃいますか？はいよ。いらっしゃった。よかった。ね、いつもね、アバターの名前でもう、それがニックネームかのごとくね、呼んじゃってるけど。そう。次で、ニックネーム、ちゃんとしたニックネーム決めるか。じゃあ、ちゃんとしたニックネーム。いつも、サイコパスな、うさちゃんさんって呼んじゃってるから、それだと結構長いもんね。そう。あと1秒です。はい。スタートです。はい、ありがとうございます。さん、ありがとうございます。サイコパスのうさぎの人。本当に。ね、お名前、なんかニックネーム何がいいとかありますか？いつもサイコパスのうさぎの人って呼んじゃってるけど、もう浸透してきてるからな。いいの？それで。サイコじゃん。伝説の青が見れたのが自慢です。伝説の青が？どれだろう？一番最初の青がですか？嬉しい。ありがとうございます。私がいた、青がですよね、もちろん。嬉しいな。
キャプテンサイコちゃん。キャプテンサイコちゃんダメだな。海賊だからキャプテンと思って。マヤちゃん最初のやつ最初のやつ、あ、一番最初のやつか。え、嬉しい。そうなんだ。一番最初のやつね。来てくださったんだ。嬉しいな。ありがとうございます。今度またリアルでね、会いましょう。ありがとうございました。待って。まやちゃん、まやちゃん、ありがとうございました。バイバイ。サイコまやちゃんでいいかな。ありがとうございました。バイバイ。またね。ありがとう。ちょっとごめんね。1分押すの遅れちゃったけど、次の方いきます。あ、そっか。名前がね、そうでね。じゃあ、やっぱ、サイコパスなうさちゃんさんでいいか。そう、マーヤンさんになっちゃうね。サイコパスうさちゃんさんで。はい。もう結構長いけど。また次、今度リアルで会ったら、もうちょっと長い、短いバージョンね、が欲しいよね。あ、はい、次の方です。ごめんなさい。30秒後です。はい。さんです。ありがとうございます、いつも。あ、いらっしゃいますか？さん。マガンダンタンハーリー。マガンダンタンハーリー。タンハーリーの部分がわからないけど。はい。先輩弟子に、先輩弟子になってないって。先輩弟子になってた？ごめんね。先輩弟子になってな。いらっしゃる？いらっしゃる？よかった。あと9秒後です。よかった。たくさん来てくれてるね。よかった。本当に。よかった。Are there writers affected? スタートです。1分スタートです。Are there writers affected? 私、あんまり読み物しないので、誰に影響されてるとかは特にないんですよね、実は。ただ、唯一読んだのが、妖怪アパートの優雅な日常って作品です。フィリピン国歌、ルーパン・ヘニーランの、歌い出しが大好きです。あー、そうなんだ。聞いてくださったことあるんですね。ルーパン・ヘニーラン、ルーダマン・ヘニーラン、サーラン・ラブーソーって部分ですよね。ありがとうございます、いつも。あと、ブログ読ませていただいてます、いつも。本当にありがとうございます。なんか、毎回読んでるんですよ。楽しみにしてて。バーってスクロールして。あ、今回もあげてくださったんだって。マラミン・サダマ、マラミン・サダマ。結構フィリピン語喋れるんですね。ありがとうございます。マラミン・サダマ。すごい、フィリピンに行ったことあったりするんですか？もしかして。ありがとうございますね。とっても綺麗な文章を書いてくださって。ありがとう。ありがとうございました。本当に。ありがとうございました。ね。またね、楽しみにしてます。またね、バイバイ。今度リアルで会いましょうね。バイバイ。ありがとう。バイバイ。クレイさん、ありがとうございました。はい。次の方です。じゃん。さんです。16位の方です。さん。はい。オリンピックで聞けたりするね。オリンピックで確かに聞けたりするね。フィリピンの国歌、ね。回転早い？いらっしゃいますか？さーん。いらっしゃい。はーい。よかった、よかった、よかった。いらっしゃった、よかった。よかったね。じゃあ、あと20秒後に始めさせていただきます。ちょっと、その前に、前髪を、ちょっと整えて。よいしょ。よいしょ、よいしょ。イエー！いきますよ。あと10秒後です。もう半分なんですね、でも。結構早いわね。フライングコメントしたらいいね。フライングコメントあり、あり。それが、まあ、オンライン、1分スタートです。はい、お色直し。すればよかったね。はい。いつもありがとうございます。なんか、かさんも、ニックネームが多分まだないんですけど、卒業した、仲良しの二人とは最近どうですか？卒業した仲良しの二人、結構話してますよ。でもね、片方の方とは、駅で、ちょっと前かな、私が休業中に会いました。駅で、すれ違って、しかもマイナーな駅ね。めちゃめちゃ、名古屋駅とかじゃなくて、すごいマイナーな駅ですれ違って、みたいな。で、その時、もう一人の卒業した子もいたの。だから、卒業した二人と私がいたの。その時、すれ違った時、君の名はみたいに階段越しで会ったんだけど。そう。そういうことがあったりもしました。結構ね、まあ、結局、もう一人の子は名古屋に住んでますし、もう一人の子は大阪に住んでるけど、たまに会ったりしますしね。そう、結構会わせていただいてます。そう。なんだって、そう。本当に、君の名はみたいな感じだったし。嘘、ありがとうございました。ありがとう。ちょっと、最後、スクショ。ありがとう。バイバイ。ありがとう。いつもありがとうございます。またね、またいつもみたいに、話せるといいな、リアルで、今度はね。バイバイ。またね、ありがとう。はい。じゃあ、次の方です。すいません。ちょっと、ハイピッチで。15位の方ですね。カーリーライスの方ですね。はい。3です。
さん、いらっしゃいますか？この話足りない感がまた来たくなるね。ねえ、足りないね、1分だと。そういう意味だと良かったの。ああ、ミラーボールで返事してくれました。ありがとうございます。ありがとう、ミラーボールありがとうございます。カレーライスの方からミラーボールいただきました。ミラボ返事ね。ありがとう。あと15秒後に始まります。あと15秒後ですよ。大丈夫ですか？いいね。コメントしてくださりますか？大丈夫かな？ミラボで返事してるけど、もしかして後で出席確認ミラボ。 あ、はい、始まりました。スタートです。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます、本当に。ね、さん、ね、結局、毎回来てくださって、本当に、ね、本当はこちらの方なのに、やべえ、時間来たら話したいこと全部飛んじゃいました、てへぺろ。 大丈夫、そういうこともあるね。またね、あるから、大丈夫、今度はリアルで会いましょうね。まあ、オンライン疑似特会もまたやるかもしれないし、大丈夫よ、全然。でも本当にいつも来てくださってありがとうございます。カレーライスの方って呼んじゃってるんだけど、たまにアバター変えてらっしゃるわよね。名前あった方がいいかな、もしかして。あー、たっちゃん、カリーライス、カレーライス、ガイなのはいいのかと思っております。ガイ、世界なのはいい。カリーライス街。あ、じゃあカリーライス街。カリーライス街さんね。呼ばせていただきます。ありがとうございました。ちょっと1分経っちゃったね。ごめんね。バイバイ。ありがとう。もう慣れてるのでカレーライスの人でいいです。あ、カレーライスの方。カレーライスの人。じゃあ、いっか。じゃあカレーライスの方で。ありがとうございました。バイバイ。またね。またぜひ来てくださいね。いつも来てくださってありがとうございます。はい。次の方です。次の方。14位の方です。クリーン星人さん。な、この方もニックネームあるからね。クリーン星人さん。いらっしゃる？いらっしゃる？さっきいらっしゃったよね、でもね。いらっしゃるよね、絶対。あれ？いらっしゃらない？もしかして。あ、っていうか、あん！星！いきなり星！ NG ワード！ NG ワード打ってきましたね。ありがとうございます。いらっしゃってよかった。あと14秒後にスタートします。よろしくお願いします。あと14秒。よかったよかった。いらっしゃった。こんばんは、こんばんはです。はい、いきますよ。4、3、フライングコメントしていいと思う。フライングコメントあり。あ、はい、スタートです。ありがとう。いつも来てくださってありがとうございます。そうね、本当に劇場にも来てくださってありがとうございました。ね、うちは見ました。宇宙人のね、うちは作ってくださって、劇場公演で生で見えたのはいい思い出でしたね。しかも一番前ですよね。一番前の席で見てくださって本当に嬉しかったです。よかった。一生もう次は本当にね、今度こそ普通に話しましょうね。本当ありがとうございました。声高いね、声。そう、ありがとうございました。さん、クリーン星人さん、星人さん、クリーン星人さんでいいのか。なんかね、私、ニックネームなかなか長くつけがちゃいがちなんだけど、なんか、本当にいたんですね。本当にいましたよ。私、実在しましたよ。本当に。あなたこそ本当にいたんですねって感じです。ね、もう、いつもね、あげてくださっていろんなこと。ありがとうございます。見てます。はい、ありがとう。またぜひ来てくださいね。ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。またね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。ということで、あと、次の方いきますね。はい。次の方、さんです。さん、いらっしゃいますか？黄色い鳥の。近くで見えてよかったね。よかった。ありがとう。近くで見えて本当によかった。今度はもっとね、握手会でね、会いたいね。休憩しない。休憩なしで行っちゃおうかなと思って。これ、リアルタイムで聞いたこと、打つのめっちゃむずいな。確かに。あ、こんばんは。来た。いらっしゃった。よかったよかった。いらっしゃったね。ね、確かにリアルタイムだときつい。ね、ごめんね。あ、あと18秒です。ね、本当に疑似じゃなくてリアルでできたらいいんだけど。身長223センチ、体重236キロあります。それは嘘です。 そうね、でも、本名、アンドレ・ザ・ジャイアントです。シェンさん、用意、スタートです。スタート、スタート。さん、いつも来てくださってありがとうございます。
本名、アンドレザ・ジャイアントさんですね。アンドレザ・ジャイアントさん、じゃあ、すごい。いや、じゃあ、アンドレさんと呼ばせていただくよ。いいの？そのノリで言っちゃっていいの？大丈夫？アンドレさん。ジャイアントさんの方がいいかな？ジャイアントさん。ジャイアントさんと呼ばせていただいちゃおうかな？いいの？大丈夫？次、本当にリアルで握手会来た時、ジャイアントさんって。いつもモバメ、寝る前に見てます。あ、お返事見てます。ね。結構心配され、てますけど大丈夫です。私お返事見てます。いつもね、ありがとうございますね。お返事見てます。ぜひよかったらこれからもね、お返事してくださったら、返事出したり出さなかったりで、あーです、見ません。いやいや全然大丈夫。ダメ、ジャイアントさんダメ、わかった。じゃあ次ニックネーム考えておいてくださいね。お返事は全然気、なんだろう、向いた時にで大丈夫なので、ありがとうございました。お返事してくれるだけで嬉しい。バイバイ、またね。格闘家の、あ、前田、あすかさん、YouTube で都市伝説たまにやってるので、おすすめはよかったら見てるね。はい、見ます、よかった。知ってます、私もご存知です。たまに、何本か見させていただいたことがあるの、実は。そう、ありがとう、ジャイアントでいい。ジャイアントでいいんだ、わかった。ジャイアントさんね。本当にね。ありがとうございます。はい、次の方です。次の方。あ、12位の方。ションションさん。ションション、are you here? Are you here? ションション。Hello? Are you here? いらっしゃるかな？いらっしゃる？ Are you here? ションション。Hello? Good afternoon, ションション。Are you here? はい。海外の方ですけど、いらっしゃいますでしょうか？あと10秒後に始まります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。いらっしゃるかな？手羽先に見えた。あ、はい、手羽先に見え、あ、はい、スタート。いらっしゃらないかな。いつも、ね、いつもいらっしゃるのに、ちょっと念のため、スクショタイムだけやっときますね。日本酒の、ライブ16位、あ、いらっしゃるね。時間差かな、まあ、ちょっと、スクショタイムだけ、もう消させていただきます。ね、いらっしゃるかもしれないから。Thank you, Sunshine. ありがとう。16位ね。いらっしゃ、アバターはあるんだけどね。あー、残念。いつも来てくださって、でも本当に嬉しい。ありがとう。Thank you so much. I'm not sure if I should talk in English or Japanese. ね、日本語で話したらいいのか、英語で話したらいいのかわからないけど、今度教えてください、ぜひ。はい。Next time, please. Please come. Thank you so much. Thank you. Bye bye. ありがとう。またね、本当に。ね、漢字。Sunshine さんね。うん。香港からありがとうございます。いつもね、海外から結構前からね、見てくださって本当に嬉しいです。ありがとう。バイバイ。あ、1分経ちました。はい、次の方です。3です。カッパの方ですね。はい、いらっしゃいますでしょうか。順位は11番の方です。11番の方、3、いらっしゃいますか。カッパの方、残念ね。残念、残念だね。そう、海外の方の話聞きたいところでね。さん、いらっしゃる？いらっしゃる？う？う？あ、花火ありがとうございます。どんぐりの方から花火いただいてました。さん、いらっしゃらないからもう壇上か。え？カッパの方、カッパの方は？いらっしゃらない？もしかして。いらっしゃらないか。そっか。そうだよね。そういうこともあるよね。大丈夫だよ。大丈夫、ありがとう。あと9秒後、あと9秒、8秒後、上位なのにね。おー、いらっしゃる？すごい覚えてるんだね。もちろんですよ。あ、はい。大好きです。ありがとう。はい、ちょっと念のため、スクショタイムだけね。もしいらっしゃったら、なんで。はい、スクショタイムだけね、わからないので、設けさせていただきました。すいません。ちょっとね、コメントが見当たらないので、いらっしゃらない可能性の方が高いと思うんですけど、残念ですね。また、ぜひね、いつも来てくださってるので、本当に嬉しいです。ありがとうございます。また、ぜひ来てくださいね。本当にいつもありがとうございます。今度はリアルで会えることを願ってます。本当に、収束してね。このコロナの事態が収束したらリアルで会いましょう。劇場にも来てくださったことあるのかな。ありがとうございました。忙しい人ね、忙しいかもしれないね。ありがとう。バイバイ。ありがとうね。本当に来てくださってありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。
そう、そういうこともある。大丈夫、大丈夫。あ、はい。はい。1分経ちました。ということで、次の方ですね。3です。3。はい。いらっしゃいますでしょうか。順位的には、9番の方ですね。ぴょんさんです。ゆさぴょんさん。はい、います、います、います。ここにいます。ゆさぴょんさん、いたん。よかったん。いらっしゃいましたね。ありがとうございます。はい。出席ミラボ。ありがとうございます。ゆさぴょんさんからミラボいただきました。出席ミラボ。ありがとう。いないね。はい。あと25秒です。はい。ありがとうございます。いらっしゃいましたね。ミラボで。視聴ありがとうございます。出席タワー。はい、ダメ。出席タワーはダメよ。それちょっと別の域になっちゃうから。ねえ、よかったよかった。いらっしゃって。ねえ。よいしょ。あと10秒後です。よろしく。あ、やばい。お手洗い行きたい。お手洗いめっちゃ行きたい。飲みすぎてる。はい。1分スタート。さん、ありがとうございます。名前はいいのかな、ユサピョンさんでも。いつもユサピョンさんって呼んじゃってるけど。ヒロシはあれかな、私のヒロシかな。ボツになったキャッチフレーズ。憲法を全力萌えでお願いします。待ってよ、ボツになった。ボツになった。ちょっと待って、ハードル、あ、覚えてないって。え、覚えてない。憲法、早か憲法だよね。早か憲法。早か憲法。いや、無理。待って、覚えてないって。1番、早寝、早起き。早弁みたいな感じだったのよ。ごめん。あ、全然出来上がってなかったから、本当に。いや、早寝、早弁。あ、早寝、早起き、早弁。いらっしゃい、早かです、みたいな。あ、きつい。ありがとうね。いつも来てくださってありがとうございます。あのね、アバターのランキング読むとき、いつもこうやってるの、このアバターのこれなんです、実は。ゆさぴょんさんってやってるとき、これ、アバターのこれなんです、実は。ありがとうございました。ありがとう。また来てください。ありがとう。バイバイ。またね、ゆさぴょんさん。ありがとうございました。あ、なんでそんなところまでご存知なんですね、やっぱり。すごいね。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。あー、すごいね。強烈な、あれを来たね。また笑われるだけ。本当に。はい、もう、やだ。次の方。いや、嫌じゃないけど、本当は嬉しいけど。そう。9位の方です、順位的に。どんぐりの方ですね。3。お花摘み休憩する。お花摘み休憩。でも、ちょっと、あと、ちょっと我慢しようかな。大丈夫かな。お花間違えて摘んじゃわないかな、この場で。大丈夫だよね、多分。はい。3。さんいらっしゃる？それか、摘む？は、お花摘んでくる？摘んだ方がいい？お花、今すぐ摘む？いや、大丈夫。私は自分を信じる。え、どんぐりの方いらっしゃる？いらっしゃったよね。花火投げてくださってたもんね。ああ、おります。よかった、よかった。おらっしゃったわ。いらっしゃったわ。よかった。あ、あと1秒後です。はい、始まりました。さん、いつもありがとうございます。ごめんなさい。アバター絶対どんぐりじゃないですよね。わかってるんです。自分でもわかってるの。本当にわかってるんだけど、よーく見ても何のアバターかわからないからは、どんぐりの方って呼ばせていただいてます。本当にごめんなさい。ニックネーム、これがいいよってあったらぜひ言ってください。絶対どんぐりじゃない。さつまいもなのかな？なんだろう、このアバターは。本当にごめんね、いつも。はい、ありがとうございます。いつも来てくださってね。本当に嬉しい。ありがとう。ありがとうね。そう、ぜひ、よかったらね、コメントもしてくださいね。そう、どんぐりの方って、本当に申し訳ないからね、どんぐりの方じゃなくて、他のね、名前で、本当は呼ばせていらし、あのー、いただきたい。待って、コメントが流れない。どうとでも呼んでください。どうと、じゃあ、どうさんって呼んじゃいますよ。どうとでもっていうなら、じゃあ、どうさんですね。あ、ありがとう。ありがとうございました、どうさん。ありがとうございました。これからあなたの名前、どうさんです。ありがとうございました。選択を、悔やんでもしょうがないですよ、もうこれは。ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。また本当にリアルで会おうね。はい。焼き芋だね。焼き芋だったんだ。うん、どうさんって決めちゃった。ありがとう。あ、はい、次。あ、38秒後。はい。ダメだね。3。キングさんですね。キングの方って呼んじゃってるけど。
どうって どうはかわいそすぎる またじゃあ決めますね、名前。そう。あ、はい、次、8番の方でしたね。あー、はい。ありがとうございます。あー、いらっしゃいますね。出席名簿いただきました。キングの方から。ありがとう、ありがとうございます。3、ありがとうございます。あと5秒後に始めさせていただきます。はい。あーん、ワンワン。はい、始まります。はい。いつもありがとうございます。さんね、いつもキングの方って呼ばせていただいてますけども、あなたは本当にアバター変えられないですもんね。ハイランドシーカーズでイベントやるなら何したい？何したい？イベントか。場所にもよりますね。会場でやるんだったら、本当になんか、トーク、本当に怖いトークとかでもいいし、そうじゃなくて、なんか YouTube みたいな感じで、撮影とかだったら、本当に一緒に、怖い場所に行ったりしたいです。本当、でもね、イベントってなるとどうなんだろうね。全員参加でなんかできないから、宇宙人を呼ぶ儀式みたいなのとかさ、全員参加でこう、わーって盛り上がりそうじゃない？こうやってみんなでこう、なんか輪になってやったりとか、めっちゃやってみたいなって思ったりはしますけど。はい。嘘、ありがとうございました。ありがとう。ごめんね、なんか全然読めなくて。ありがとうございました。ありがとう、キングの方。さん、ありがとうございました。はい。あ、やばい。もう1分やってなかった。公演、当選したら劇場で早くちゃん見たいね。見たいよね、本当に。私も見たい。プラティマスさん、いいね、楽しみ。ね、ありがとう。またね。また、ぜひね、来てね、公演ね。できるようになったら、またちょっと厳しくなっちゃったけどね。次こそ会おうね。ありがとう。あと40秒後に、さんです。みのさん、いらっしゃいますか？いらっしゃいますよね。はい、いらっしゃいますね。はい、こんばんは。ニックネーム、くちばしでお願いします。オッケー。みのさんね。くちばし。あと、25秒後にやらせていただきます。よろしくお願いします。そうだね。くちばしさんね。オッケー。白い、ひよこの方って呼んじゃってたけどね。そう、黄色いひよこの方もいらっしゃるもんね。そう、白い。じゃあ、それで、戻ってきてくれてありがとうね。フライング、いいよ、フライング、大丈夫。1分しかないから、戻ってきてくれて、本当に私こそね、本当に戻らせていただいてありがとうって感じです。あ、はい、始まります。1分、スタートです。はい、ちょっとスクショね。ありがとうございます。くちばしさん、お布団から出てきて、おはよう、早く起きないと遅刻するよ、でお願いします。お布団から出てきて。おはよう。違うな。おはよう。早く起きないと遅刻するよ。って感じですか？ 恥ずかしいですね。はい。ありがとうございます。何？私がお布団から出てきてってこと？しまった、無茶ぶりすぎた。本当に、どういうこと？お布団から出てきて、早く起きないと遅刻するって。私がそれを言うってことでよかったのかな？大丈夫かな？でも、いつも来てくださってありがとうございます、本当に。これからもね、くちばしさん。くちばしさん覚えておきますね。陽気の癖、本当に。ありがとうございました。またぜひ来てくださいね。ありがとう、くちばしさん。ね、あれだよね、このアバターは。ありがとう。都会公園行くのでよろしくです。よろしくね、ありがとう。絶対来てくださいね。会えるの楽しみにしていますね。くちばしさんね、くちばしですって言ってくださいね。ありがとう、ありがとうございました。バイバイ。またね、ありがとう。また来てくださいね。ありがとう。はい。あと45秒後です。すいません。次の方。6位の方です。カヨさん。Are you here? これも、この方も海外の、方なんですけど。いらっしゃるかな？カヨ、Are you here? あ、タコさんいただいてましたね。先ほどのくちばしさんから。ありがとうございました。タコさん、ありがとう。ありがとうさん。ありがとう、タコさん。Are you here? Are you here? Are you here? でも、この方もかなりの子さんの方なんですけど、いらっしゃらないかな？いらっしゃらない。いらっしゃらないかな？いらっしゃるかな？紫の、いらっしゃ、はい。1分スタート。ちょっと、スクショタイムだけ念のため設けさせていただきますね。
そう。なんちゅう声ですね。そう、海外の方はね、厳しいかな。なんか、私がルール説明不足だったりしたからね。そうね、この方もね、そう、この方はね、ずっといらっしゃってくださって、本当に、Thank you so much for always, cheering me. Yeah, since I was in Baguio. Thank you so much, Kairo. Thank you, and thank you for using my old avatar, the avatar with purple hood. Yeah, it's my avatar, right? My avatar when I was in Baguio. Yeah, thank you so much for using. Thank you. Please use even after that. Thank you so much. ありがとう。バイバイ。ありがとう。ありがとうね。そう、多分いらっしゃらないけど。ありがとうございます。ありがとう。Thank you so much。はい、あと1分後にですね、次です。いらっしゃる？ Next is fifth number fifth。まあです。先ほどいらっしゃったんだけど、先いる、いらっしゃいます。はーい、よかった、いらっしゃった。 Thank you so much。 ありがとう。いらっしゃいますね。After 36 seconds I'm gonna start。 Thank you so much。 ありがとう。よかった、よかった、いらっしゃった。よかったですね。今回、日本語しかないかね。あまり良くないけど、大丈夫？ Both is okay, but yeah, English is hard to type, right? Both is okay. Yeah, I'm okay with English or Japanese. Yeah, ありがとう。ありがとう。Thank you so much for coming. Thank you. ありがとう。あと15秒後、14秒後。ベレー帽似合うね。ありがとうございます。そう。何の話かもわからへん。いいよ、何の話。Even, just screenshot is okay. Yeah, screenshot or anything. Yeah. Yeah, anything really. Yeah. あ、はい、1分スタート。はい。やばい、早い。 Thank you so much for coming, and also thank you so much for using my avatar before. Yeah, right? And thank you for cheering me since I was in the Philippines. I love you so much too. Thank you so much for drawing me all the time. I'm always checking your Twitter. Yeah, thank you so much. Yeah, and thank you also for inviting your friends. Yeah, I remember when you invited a lot of friends when I was still during audition. I'm gonna cry. No, thank you. And sorry for couldn't meet you in Czechia. Yeah, but thank you for getting. Yeah, I saw your tweet also. Thank you so much. Thank you for always cheering me. Yeah, you're cheering me for 1 year already. Almost, or already. I will draw more after this. Thank you. ありがとう。Thank you so much. ああ、泣いちゃう。ありがとう。Thank you. Thank you. Let's meet someday, okay? After COVID. Thank you so much. Bye bye. ありがとう。またね。バイバイ。ありがとう。Thank you. Thank you. I love you. Bye bye. It's okay. I will do whatever for you. Oh, thank you. ありがとう。本当に。I love you. バイバイ。ありがとう。Thank you so much. Yes. 会いましょう。ありがとう。バイバイ。ありがとうね。はい。本当に嬉しいですね。海外の方も来てくださってありがとうございます。はい。ということで、ついにあと4人になりましたけど、4位の方、ね、ジャンピングワンちゃんさんの方はいらっしゃいますでしょうか？ジャンピングワンちゃんさん、日本語より英語の方がいいですよ。さすが国際少女。そう、いえいえいえ。ジャンピングワンちゃんさん。髪の毛が松井樹里さんに似てる。髪の毛がちょっと似てる。確かに短いからね、今。そうだよね。そう。いらっしゃる。あ、ちょっと待って。あと9秒後です。いません。なんで。花火ありがとうございます。ジャンピングワンちゃんさんから花火いただきました。ありがとうございます。ドッカーン、出席花火。1分スタートです。はい、ありがとうございます。いつもジャンピングワンちゃんさんで勝手に言っちゃってるけど、いいのかな。ありがとうございます。いつも来てくださって、めちゃめちゃね、長い間応援してくださって本当に嬉しいです。ありがとうございますね、本当に。お見送りの時二度見は笑いました。二度見 二度見。もう本当に来てくださってありがとう。だってあれだもんね、あれかけてくださってたもんね。アバターのさ、分かりやすくさ、アバターのこの名札みたいなのもうかけてくださって、あそこまでしてくださった方はね、ジャンピングワンちゃんさん初めてなので本当に嬉しかったです。ありがとうございました。本当、これからも応援よろしくお願いします。また劇場で会いましょうね。どちらで呼べばいいですかね。ジャンピングワンちゃんさん、ちょっと長いです。さん、それとも T シャツさん？マスクしてあんまり顔見えなかったかもだけど、どんな印象だった？あんまりね、顔見えなかった。でもね、すごい堅実そうだなって印象だった。なんか明るいけど実は真面目そうな
ありがとう。バイバイ。またね。ありがとう。バイバイ。ありがとうね。本当に。また来てくださいね。ありがとう。バイバイ。またね。はい。ありがとうございました。めちゃめちゃね、もう本当にリアルでも来てくださる方でした。ありがとうございました。正解本当に合ってた？ よかった。はい。ということで、次の方はですね、3ですね、チョコの猫の方です。3位の、あ、3番の方です。チョコの猫の方、いらっしゃいますか？何か料理作れますか？料理ね、私作ってたんですけど、最近作らなくなっちゃって。ハンバーグとか作るの好きでしたね。あとパスタとか。そう。塩のパスタとか、塩とひき肉のパスタ。あーん、ミラーボールで返事さしてくださいました。チョコの猫の方、ミラーボールいただきました。ありがとうございます。ありがとう。初見です。1万回目の初見、ありがとうございます。ありがとう。あと8秒後に、スタートします。ミラーボール、ありがとうございます。すごいね、出席ミラーボール。面白い。なんだろう、このシステムは。めちゃめちゃ独特。あ、はい。1分スタートです。さん、いつもありがとうございます。チョコの猫の方って呼んじゃってるけどね、ごめんね。ほっちゃんちゃん、ほっちゃんちゃんって呼ばせていただこうかな。はじめまして、チョコの猫の人です。 はじめまして、チョコの猫の人をよろしくお願いします。ほっちゃんちゃん、とりあえずさんって呼ぶことができないので、とりあえずほっちゃんちゃんって呼ばせていただきますね。なんか可愛いし。そう、チョコの猫のね、このアバターね、結構いらっしゃるから。そう、でも本当にいつも応援してくださってありがとうございます。昔からのね、応援ありがとうございます。そのベレー帽はハゲ隠しですか？いいえ、ハゲ隠しじゃありません。ハゲ予防です。はい。これを被ることによって、紫外線から頭皮を守っています。嘘ですけど。はい。何ですか、その質問は。もう、ハゲじゃないですよ。ありがとうございます。とても可愛いです。ありがとうございます。本当に。いつも応援してくださってありがとうございます。本当にありがとう。ね。またね、今度会えるといいね。ありがとう。あ、バイバイ。またね。バイバイ。ありがとうございました。ほっちゃんちゃん、ありがとうございました。バイバイ。またね。ありがとう。スクショできたかな？リアルで会える日を楽しみにしてますね。楽しみにしてる私も。絶対会おうね。絶対だよ。絶対。ありがとう。バイバイ。はい。40秒後ですね。ついにあと2人になりました。2番の方。この方です。いらっしゃいますか？ 3？ ちょっと読み方が合ってるかわからないんですけど。いらっしゃいますでしょうか？いらっしゃいますでしょうか？出席はミラボで知らせるな。のがかっこいい。それはちょっと、でもな、プレッシャーになっちゃうからな。すごい順調に進んでるけど。ああ、この方いらっしゃるのが結構最近の方ですよね。うん。結構最近来てくださった方なんだけど。いらっしゃらないかなー。さん、いらっしゃらないかなー。いらっしゃ、あー、今来ました。今スタートです。今、よかったよかった。今来ました。すごいヒーローだね。最後の最後に。来るってヒーローの登場じゃない。ありがとう。もう、ありがとうございます。ちょっと待ってね。スクショね。めちゃめちゃすごいインパクトのある登場でした。一番インパクトのある登場です。ありがとうございます。本当に。これからもぜひぜひ応援よろしくお願いします。ありがとう。クマさん、ありがとうございます。クマさん、ありがとうね。パンダだからかな。遅くなりました。いえいえ、めちゃめちゃギリギリだった。よかった。ありがとう。来てくださって、来てくれただけで本当に嬉しい。クマさん、ありがとうございます。本当に。クマね、ありがとう。ね、またぜひこれからも来てください。今度はリアルで会いましょうね。ありがとう。さすがだね。本当に。ありがとう。また来てね、絶対ね。ギリギリでいいから、また来てね、絶対。ありがとう。バイバイ。名前は？ P さんでいい？ P さん、P さんって呼ばせていただこうかな。ちょっと、あれだけど。でも違うな。同じ方いらっしゃるから。バイバイ、ありがとう。パンダさん、ちょっと、また、考えておきますね。ありがとうございました。ちょっとね、漢字が難しいから、ありがとう。バイバイ。さん、ありがとうございました。バイバイ。大富豪の下の順位にします。順位の私、見方がわかんないんだけど、見てみるね。ありがとう。大富豪、やってくださって本当にありがとうございます。あと38秒後に、最後の方です。最後の方。さん。ね、大富豪ありがとうございました。またね、バイバイ。ありがとう。はい。最後の方、いらっしゃいますでしょうか？ 1 位の方、いますよ。よかった。よかった。最後の方、あと20秒後に始めさせていただきます。はい。
手芸出席確認よかったね。結構私が思ってるよりも何倍の方もが来てくださって本当に嬉しいです。もうね、10人ぐらいしか来てくださらないかなと思ったんだけど、急だったし、本当に嬉しい。泣いちゃうわ。あと4秒、ありがとう。最後です。はい、1分スタートです。いつもありがとうございます。読み方は大丈夫ですか？あ、今回運営にもらって無料なだけで1位になったので申し訳ないです。星ですよね、虹色の。ありがとうございます。でも、1位になってくださっただけで嬉しい。だってそれを私のために使ってくださったってことでしょ？他に使うタイミングあるかもしれなかったのに。ねえ、たくさん使っちゃったってことでしょ？私のために。ありがとうございます、本当に。名前、ムカカさんでいいのかな？ダメ？他に名前、もしよかったら。ね、いつも、あれかな？なんか、配信始まってすぐ一番に、アバターお見えするんですよ。ムカカさんのアバターを配信ピンって始まったら、ピンって。あ、いちじくさんね。いちじくさんと読みます。イノセントの歌詞にもある植物で。あ、そうなんだ。じゃあ、いちじくさん。ジグさんって、ありがとうございました。ジグさん、いつもね、配信直後に来てくださってありがとうございます。呼びやすいように名前呼んでくれたらいいよ。わかった、ありがとう。じゃあ、そのままがいいな、いちじくさんは。いっちゃんだとちょっとね、で、ありがちだもんね。はい、本当にありがとうございました。またね、ありがとう。ありがとう、ムカカ。じゃあ、ムカカさんでいいや。もう、ムカカさんでいい。ありがとう、バイバイ、ありがとう。ね、それだと呼べるから。ありがとうございました。バイバイ。またね。ありがとう。バイバイ。ありがとうございました。ムカカでもいいよ。よかった。本人公認です。じゃあ、ムカカさんで呼ばせていただきます。ムカカさん、ありがとうございました。またね。はい。ありがとうございました。ということでですね、無事終わりました。はい。30人の方で、かなりの出席数で来てくださりました。思ってたよりも何倍の方が来てくださって本当にありがとうございました。あとね、ペンペイさんからお疲れいただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとう。ね、ね、あと、こう、いろいろギフトも、途中でいただいてて、ありがとうございます。そう、ドミンの方からもギフトいただいてて、そう、ありがとう。13人以上来たね。ね、来たね。本当に。よかった。30人にして、カレーライスの方から薬いただきました。ポーションいただきました。ありがとうございます。ありがとう。ね、よかった。でも、こうなると、こうしてよかったなって、30人してよかったなって思うことができました。本当にありがとうございます。ハロー、ハロー、グッドイーニング、ハロー。そう、ありがとう。早川さんのお花が溢れちゃう。お花が トイレに行かないと。ありがとうございます。ありがとう。キングの方からも花火いただきました。ありがとうございます。ありがとう。あと、パンダの方からもお疲れいただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。来てくださって本当にありがとうございました。はい。めちゃめちゃ楽しかった。待って、これリアルで本当にみんなに会いたくなっちゃうやつだね。はい。Hello! Sorry! I already did! Sorry, Shonshon! I already did your 握手会。I'm so sorry! Thank you so much for coming, though! I'm so sorry! ありがとう。Thank you for coming! ありがとうね。そう。I'm happy attend to this event. Thank you so much for attending this event. そう、ありがとうございました。ということでですね、本当に楽しい一日を過ごさせていただきます。ありがとうございました。以上の30名の方でした。ありがとうございました。ぜひね、はい、また来てくれたら、嬉しいです。そう、ありがとう。Thank you so much. ありがとう。まとめ出しさせてあげて。まとめ出し？まとめ出しって何？まとめ出しって。最後に？香港さん、そう、どうしよう。まとめ。香港さんね、じゃあちょっと一瞬、いい？やっちゃっていい？みんなは、大丈夫？みんな的には。一瞬だけさせていただいてもいいかしら。最後に来てくださった方がいらっしゃるので、ちょっと待ってね。一瞬、ちょっと、ごめんね。ちょっとだけ、ちょっとね。ごめんね。大丈夫。やろうやろう。よかった。Sorry for coming. Thank you so much for coming. じゃあ一瞬、ちょっと、I'm gonna do just a bit, okay? Thank you so much for coming. Hello, Shanshan. Thank you. Sorry, I was doing, taking dinner before. Okay. Don't worry. It's okay. Thank you so much for coming. ありがとう。Please come again and thank you for always, cheering for me. Yeah.
since before and until now. Thank you so much. ありがとう。Thank you. ありがとう。バイバイ。ね、please come again and in real time next time. Let's meet in real, in real, face to face. Okay. Thank you so much for coming all the time. Thank you. ありがとう。バイバイ。Thank you so much, ションション。ありがとう。Love you. Thank you. ありがとう。バイバイ。ありがとう。You're welcome. Thank you so much. ありがとう。またね。Thank you. ありがとう。ありがとうございました。ありがとう、ションション。Thank you so much. ありがとうございました。はい。バイバイ、バイバイ。ありがとう。はい。ということで、すいません。一人だけさせていただきました。ありがとうございました。そろそろ花、枯れた？いや、枯れてないです。まだ咲き渡ってます。はい。咲き渡ってはダメだね。咲いてたらダメだね。摘んではないだけで咲いてはいます。はい。ということでですね。終わらせていただきました。I'm very happy! Yeah, me too! Thank you so much! ありがとう。疑似トークイベント終わらせて、以上で終わらさせていただきます。ありがとうございました。あ、ね、コギミュンの方からお疲れいただきました。ありがとうございます。お疲れ様です。あと、ユサピョンさんからもお疲れいただきましたね。ありがとうございます。お疲れ様です。あと、結局、待ってね。いいのか、もう、サイコパスなうさぎの方からもありがとういただきました。ありがとうございます。うさちゃんさんね。サイコパスなうさちゃんさんからもありがとういただきました。ありがとう。あと、キングの方からもね、花火をいただきました。ありがとうございます。ありがとう。咲くのはあかん。まだ積んでない。疑似トーク会大成功おめでとう。いえいえ、本当にありがとうございます。いつも来てくださってありがとうございますね。ロボットさんも本当に。昔からいらっしゃるもんね。ありがとう。本当に。ありがとう。今度リアルで会おうね。ありがとうございました。ね、6000人。なんでこんなに来てくださってるの？本当に嬉しい。サンちゃん見てた？嘘。は、恥ずかしいわ。ハクちゃん見てたよ。ファン思いのナイスアイデアでした。いえいえ、もう企画力抜群のサンちゃんにそんなこと言われたら嬉しい。ありがとう。企画力はね、サンちゃんに劣るけど、本当にいろんな方が来てくださって嬉しかった。そう。終わってみれば大成功。意外といけましたね。よかった。喜んでくださってたら、少しでも喜んでくださってたら嬉しいです。恥ずかしいわ。よかったね。意外と、あんまり、やっぱ会話できなかったけど、一言ぐらいになっちゃったけどね。二人の時間が設けられて嬉しかったです、私は。本当に来てくださってありがとうございました。以上の方。本当に30名の方々、他の方々もね、私が休んでる間にね、気まずくならないようにコメントしてくださったりしてね、本当にありがとうございました。ありがとう。トーク会買う人増えそう。増えるかな、そんな。私、初めてだったけど、ぎこちなかったけど、ありがとう、来てくださって。本当に楽しかったです。もう、ますますリアルで会いたくなっちゃいましたね。本当。かのんちゃんも感動する素晴らしい企画。いやいや、本当。嬉しい。ありがとう。いい企画でした。本当。よかった。いい、塩梅？塩梅？なんかトーク会のリアリティある感じでした。リアリティあった？ちょっとあったね。確かに。時間のなさがリアルでしたね。1分って時間あるのにね。そう。このシミュレーション宣伝効果あるね。あるかな？たかちゃんのトーク力に感心した。ありましたか？大丈夫でしたか？気まずくなかったですか？いや、本当私は、思ったこと、塩梅か。塩梅じゃなくて、塩梅ですね。すいません。塩梅でした。ごめんなさい。塩梅です。はい。ごめんなさい。今から日本語の勉強してきます。辞書を持って。はい。ごめんなさい。漢字ドリルを送ってください。ありがとうございます。はい。ごめんなさいね、本当に。はい。もう最後の最後に恥かいちゃったね。せっかくちょっとだけかっこいい姿を見せれたと思ったのにね。塩梅。最初のイラさんの緊張ぶりが、笑えて。いやー、もう本当にリアルだともっと緊張しちゃうと思うな。はい。塩梅味のキャンディー美味しいよな。ドリル、ありがとう、本当に。塩分補給。良さそう。本当、塩梅送ってください。食べ物だから送れないか。はい。はい、ちょっと待ってね。ということで、最後にね、みんなに、最後に、スクショタイム設けさせていただきますね。最後にはみんなと、チェキ会みたいな感じで。そう、ちょっと最後に、スクショタイムいくよ。いきますよ。3、はい。硬いね、やっぱり。
こんな感じでどうでしょうか。ありがとうございました。皆さん本当に来てくださってありがとうございました。ぜひぜひ次も来てくださったら嬉しいです。ありがとうございました。はい、あ、大丈夫、ちょっと待ってね、お花摘み行っといて。はい、お花摘み行きます。あ、ちょっと最後にランキングやった方がいいかな。ランキングだけさせていただきたいと思います。はい、13位の方ペンペイさんです。ありがとうございます。ありがとう。12位の方塩たぬきさんです。ありがとうございます。ありがとう。11位の方サイコパスなうさちゃんさんです。うさぎの方です。ありがとうございます。ありがとう、来てくださってありがとう。10位の方うるちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとう。9位の方、あー待ってね、くちばし待って、あれもう忘れてる、くちばし待って、くちばしで合ってる、くちばしで合ってるね、くちばしさんって言ってた。大丈夫、ごめんね、ごめん、本当にごめんね、合ってた、よかった、ちょっと自信なかった、ごめんね、ありがとう、もう忘れて、違う、忘れてない、よかった、よかった、めっちゃよかった、合ってた、よかった、ごめん、合ってた、ごめんね、本当にごめんね、ごめんなさい、鳥類なので3秒で忘れます。でも頑張って皆さんの名前を覚えたいと思います。本当に私記憶力ないんですけど、そんな私でも死ぬまで呼んでください、私に名前を。ごめんなさい、認知症、ごめんね、くちばしさん、バイバイ、ごめんね、本当にくちばしさんね、絶対次こそ間違えないから、次間違えたらしばいていい、私のこと、ごめんね、くちばしさんです。ありがとう、せっかく皆さんの名前書いたし、ごめんね、くちばしさんね、今度は自分のメモしとくね、くちばしさん。はい、で次8位の方カレーライスの方です。ありがとうございます、来てくださってありがとうございます。あー、ごめんね、ありがとう。はい、待って、見えない。7位の方 T さんです。K を持った方です。でも T さんって呼ばせていただいています、ごめんなさい。ありがとうございます、 T さんです。ありがとうございます。あー、順位変わっちゃうね。もうね、6位の方バイクに乗った方です。ありがとうございます、ありがとう。場所の名前だよね。トーロンボーだっけ、トーロンボー、谷でしょ、みんながいて、谷、飛び降りちゃう、谷、トーロンボーって読むのかな。ありがとうございます、すいません。ありがとうございます。はい、バイクに乗った方です。次ね、名前ね、決めましょうね。ごめんなさい、小籠包みたいな、ごめんなさい、ちょっと待って。何、小籠包じゃない、東尋坊ですね。東尋坊。でも、東尋坊なら、名前呼んでないってことになるから、東尋坊でいい？もう、また別の機会にね、名前付けさせていただきますね。ごめんなさい、ありがとうございました。めちゃくちゃ、東尋坊ね。ありがとうございました、ありがとう。はい、ごめんなさい。あー、恥ずかしい、もうごめんなさい。5位の方ね、サボさんです。ありがとうございます。黄色い鳥の方です。ありがとうございます。中華料理にされた。ごめんね、本当にごめんね、本当にごめんね。あー、恥ずかしい、ごめんね。黄色いひよこの方です。ありがとうございます、ありがとう。ジャンボさんですね。ジャンボさん。ジャンボじゃないね。ジャイアントさんね。そう。ディーン・フジオカです。また違う名前にした。ジャイアントさん、ありがとうございました。ジャンボさんじゃないね。そう。で、4位の方、ユーソピョンさんです。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。あー、もうカメラ見えない。あー、アントレ、そっち？そう。ジャイアントさんじゃダメ、アンドレさんの方よかった。そうで、3位の方 P さんです。ありがとう、パンダの方です。ありがとうございます。 P さんだとね、他にもいらっしゃるからね。そうね、そう、パンダの方ってしばらく呼ばせていただきます。ありがとうございます。名前が一人ある、ごめんね、ありがとう、ありがとうございます。もう東海心配、本当にメモしよっかな、全部毎回名前が変わる。で、2位の方キングさんです。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、
ありがとう。東海追加で買います。すいません、ありがとう。ありがとうございます。で、1位の方はでげでげでんでん、ジャンピングワンちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとう。もう毎回思いついたニックネーム勝手につければいいんじゃないかな。ダメね、そんなこと言わないでよ、ムカカさん。ごめんね、ありがとうございました。もう、いや、本当に私は、絶対次覚えてない。いや、覚えてる、絶対。ジャイアンツさんね。ジャイアンツさん、絶対覚えてるから。待って、覚えてなかったら、覚えてなかったらもう一回だけ教えて。ごめん。マジでごめん。本当にごめん。皆さんのことはね、私覚えてるの。でも名前が苦手で、アバターとかめっちゃ覚えてるんだけど、そう。アバター覚えられるのに名前が覚えられない。だから、初めて会った人とかいるじゃない？ちょっと言い訳になっちゃうけど、服を覚えてるのにっていうことがあったりして、すごい失礼なことになっちゃったりするよね。そう、ごめんね。ごめんね。ごめんね。実際、トーク会の時は名札とかつけてた方がいい。いやー、ごめん。いや、つけてたら嬉しい。で、実を言うと、つけてくださったら、めちゃめちゃ印象に残るから嬉しいかも。チョコの猫の人で、チョコの猫の人。ありがとうございます。ほっちゃんちゃんで、ほっちゃんちゃん。ありがとう。ありがとうございました。アンドレの方がいいね、ディック・マードくんね。どんどん変わるじゃん。もうジャイアントさんで決めちゃったもん、ダメだよ。ありがとうございました。ということで、終わらせていただきました。メガー！早川さんと呼んでいいですか？はい、早川さん。え、全然早川さんと呼んでください。全然ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ということで、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。これがラピュタの人。いや、ありがとうございました、皆さん。あれ、止まってる？もしかして。止まってない？大丈夫？あ、なんか、私の画面だと止まってるけど。ありがとうございました。と、お花摘んでくるね。ありがとう。ありがとうございました。本当に。また来てください、皆さん。大好きだよ。バイバイ。またね、バイバイ。またねー。またね、バイバイ。止まってない。よかった。ウェーイ。バイバイ。またね。ありがとう。ありがとう。バイバイ。お花摘んでくるよ。バイ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 。またね。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。ホダルの光。あ、楽しかった。よかった。今日は配信ないし。あ、ごめんね。今日はちょっとさすがにいっぱいやりすぎたから。ごめんね。バイバイ。またやるね。バイバイ。またね。ゆっくり積んでくるね。バイバイ。おやすみ。